はい。で、今日私が、ええー、と、話すのは、そうですね。XState っていうライブラリーのことです。皆さん、スベルト使ってる時って、あの、どういうふうに状態管理してるのかなっていうのが、なんか、ビューとかリアクターと結構ね、これこれって決まってるけど、スベルトってあんまり決まってないから、それぞれいろんなやり方してるんじゃないかなっていうようなのが僕の実家なんですねで。まあ、スベルトだと、まあ、ストアがやっぱりすごく優秀だし、 状態管理にもすごく使えるから、ストアだけで大体できちゃうからやっちゃうし、それでいいんだと僕は思ってます。思ってるんだけども、一つの代替案として今日ご紹介させていただくのが、X ステート。X ステートっていうのが、ステートチャートでまあ状態を可視化すると。状態っていうのがどうなるかっていうと、こういうふうな形で見えるようになるわけですね。 これは、まあ、まさに今日作ったやつなんですけども、泣き虫赤ちゃんっていう存在というか、機能をこうステートチャートにすると、まあ、こうやって定義しました。このチョーンって始まってるこのおしゃぶり、ここのおしゃぶり状態からスタートするんですね。でおしゃぶり状態の時に取り上げるっていうイベントをもらうと、これがピンってガン泣きの方に行きます。おしゃぶりなくなって泣くわけですね。 ガンナキ状態のにまに、まあ、おしゃぶりあげるとおしゃぶりに行くし、お乳あげるとお乳に行く。で、その間、眠気カウンターが上がると。で、まあ、お乳もらってる状態に、まあ、ちょっと取り上げるっていうのはおかしいですね。取り上げるとガンナキに戻って。で、まあ、ね、貸し付けた時に眠気カウンターが十分あればおねねに行くし、なければ何も起こらないよっていう、まあ、そういうのがこういうのが。こういう形でですね、エンジニアじゃなくても分かるような形で見えるようになります。それを実際に、じゃどうやって定義するのか。 コードを見てみると、すごくさらっといきますけども、X ステートの CreateMachine っていうやり方でですね、さっきのガン泣きとか、おしゃぶりとか、お乳とか、こういったステートをこういう形で定義して、その下に ON っていうプロパティでイベントハンドラーを定義して、おしゃぶり上げる、ガン泣きの時におしゃぶり上げると、おしゃぶりに行くよっていうというような形で定義されています。 寝かしつけるのとき、さっき見たとおり、寝かしつけるとき、ガン泣きで寝かしつけるを押したら、眠気があるときだけ、おねんねんに行きますね。そういったのはコンディション、眠気があればターゲットおねんねん。で、例えばこれアレーなので、コンディション何もないときは、じゃあ例えばターゲット、その他何かっていう指定もできますけど、今回何もしてないので、コンディションが満たされないときは何も起こりません。 X-State で可視化するっていうのが、じゃあ、まあ、コード内では可視化できてない。まあ、ただ、これ見るだけでも、やっぱり、どういう状態の時何が起こるとどうなるっていうのが有限な形で見えるので、ある程度状態は把握しやすいんですけれども、えー、X-State、VS Code のエクステンションをダウンロードすると、Open Inspector っていうボタンで、自分が作ったマシンが可視化できます。で、おしゃべりからスタートして取り上げるとこういくよと、こういう形でいろいろ遷移できるんで、 あのまあ、この辺がいいところだと思います。この可視化は VS コードだけじゃなくて、彼らのサービスでやっているところもあるって無料で使えるのであの、そういったところで非エンジニアでも使用を共有できるっていうのが一番の強みだと思っています。はい。で、こうやって定義したもの、これをですね、マシーンと言います。ステートチャートではなくて、ステートマシーンなんですね、この段階では一応あの。ステートマシーンが、 その下に子どものステートマシンとかを入れ子状態で作れることができるんですね。そうなったときに、これをステートチャートって呼ぶんですけども、このマシン一つ一つは、いわゆるマシンと言います。赤ちゃんにマシンはちょっとあれなんですけど、まあ、そういった概念ということで。これをどう使うのかっていうとですね、このマシンを翻訳して扱うアクターというものがいまして、ここでまあ X ステートの インタープレットっていう関数を使って、このアクターを作成して、これをエクスポートしています。それをスベルトファイルでインポートして、ここでですね、例えば、このアクターっていうのが、サブスクリプション、サブスクライブメソッドがあって、ストア、スベルトストアと同じような使い方ができるんですね。リーダブルストアと同じ使い方ができます。なので、 このドラーサインのベイビーシッターとバリューが、例えば今、ガン泣きだったら、ガン泣きっていうストリングになります。これを表示しています。で、この下に眠気。この状態の中にさらにコンテクストっていって、なんかまあ無限にあの状態を保存できる倉庫があるんですけど、それをコンテクストと言いまして、 これにアクセスして、えー、眠いが true であれば max と表示して、false、えー、だったらなしって表示しているとで。これ後で実際に画面でお見せするんですけども、さらにこの、えー、っと、イベント、イベントを全部 each、each、えー、で、さっき定義したイベントがあるんですけども、そのイベントごとにボタンで、ボタンを作って、そのイベントの名前を入れています。 このイベントのボタンを押すと、ベイビーシッターっていうこのアクターに、send これがまあメインの、えー、とメソッドになるんですけども、ここにイベントを送りますよと。このイベントっていうのは実際にはイベントネームなので、例えばおしゃぶりあげるとか、お乳あげるみたいなのがここに入ります。さらに、ベイビーシッター .can イベント。このステート、この えー、ステートマシーンで、今あるステートにこのイベントを渡すと、何か起こるっていうのを、県で中かフォルスを返してくれます。ガン泣きの時に取り上げるっていうイベントを送っても、何も起こらないですね。何も定義されていないです。その時、これは、state. 県はフォルスになりますけども、おしゃべり上げるっていうイベントであれば、ステートが変わるので、ここは True になります。 つまりこれを押したときに何か起こるっていうことが、えー、時にはリング。まあ、ちょっとテイルウィンドを使ってるんですけども、外にアウトラインが出てきます。ということで、じゃあ実際にやっています。見えますかはい。 まず、おしゃぶりからスタートしてますね。で、取り上げるが今使います。取り上げるを押すと、ガンナキに行って、で、お乳を上げると、お乳に行きます。この時、お乳上げるを上げても、押してももう何も起こらないです。で、取り上げる、寝かしつける、大いなる目覚めみたいに。まあ、こういうような形で使います。 今のが X-State のですね説明ですで。僕、去年、スタートアップの方で、一つスクラッチからサービスを作った時に、状態管理がかなりややこしかったので、X-State を使いました。スベルトと一緒に。それで実際に使ってみたところですね、使い勝手やっぱりいいところもあるんだけども、スベルトストアでもうまくやればできるよなと。 どちらにせよ難しいんですよね。どちらにせよ難しいんだから、頑張ればスウェートストアでも同じぐらいのことはできるかなっていうようなふうには思いました。で、その場合、パフォーマンスは当然スウェートストアの方が良くて、やっぱり一つ一つマシーンにメモリ使えるのであの、まあどうしてもね、無駄であればできれば使いたくない。けども、まあやっぱりこの可視化できる状態管理っていうのはすごく有用なシーンがいっぱいあって、その後機能を追加するときに、このステートに 新しく1個追加して、そこに遷移するためのイベントリスナーとかアクションを定義するだけで、機能追加できたりすると、他の部分に全く影響を起こさずに、安心して機能追加できるっていうのが、やっぱり一つ良かったです。はい、で先ほど言った、えー、と X ステートとスベルトの関連性、どうなってるかっていうと、まあ、アクターマシーンを扱うアクターがいて、今こういう状態ですよっていうときに、 UI でボタンが押されたら、そのイベントを送ります。そうすると、この大泣きからこのイベントでおしゃぶりの状態に変わりましたよと。で、UI のスベルトの方ではこれにサブスクライブしているので、この変化に対してまあ適宜更新されるよということですね。先ほど言いましたけども、これすごくいいライブラリーで、いいあのやり方なんですが、まあ、 使うか、じゃあ皆さんにこれから作るアプリに対して X テートを使った方がいいかって言われると、僕は手放しに使った方がいいよとは言えないです。さっき言った通りの理由なんですけれども、ただ一つ、それより先の可能性があると思っていて、それがどういうものかっていうと、最近僕がいろいろ調べてやろうとしているのが、このモデルドリブンデベロップメントです。はい、モデルっていうのがまさにこれですね。流れとして、まあ、先ほど、あの プロダクトマネージャーという話が出ましたけども、UX デザイナーとかプロダクトマネージャーがやっぱり仕様とかを作ることが多いと思うんですけども、その仕様が長い文章に書かれてたときに、いろんなエッジケースとか書かなきゃいけなかったり、なかなかうまくできなかったりする。で、そこで誤解とかも生じたり、じゃあ実装する人はそれすごい読むのかっていうと、まあ僕みたいにちょっと怠け者だとあんまり読みたくないなって言って、ちょっと流し読みして適当に作っちゃったりするっていうことがあるのかどうかわかんないですけど、まあ僕の場合あるんですよ。 でまああの UX デザイナープロダクトマネージャーの時点でステートチャートとして使用作成するっていうことができます。これはあの実際にコードで書くんじゃなくてまあ今まさに X ステートのスベルトキットレベルのこの結構日進月歩の状態なんですけどもノーコードでこういったものを買い作ってそこから先ほどの JavaScript の X ステートコードに変換するっていうようなサービスを今まさに作成しているところなんですね。まあこれができた時には彼らが どういうふうな形でそれが実現されるかわからないですけども、エンジニアなしでこういったものを作れるようになるわけですよ。で、そこに対してですね、コードレビューアだったり、まあ、なんですかね、あのまあ、リード、リードの人とかだったりがテストを追加して、実際に実現可能なのかっていうのをコミュニケーションを取りながらテストとかを追加する。で、Xstate に、えー、テストの、テスト用のライブラリーがありまして、 それはちょっと後で GitHub のレポジトリ見ていただければ、それも実装してあるので見ていただけるんですけれども、例えばおしゃぶりっていうステートがここにあるときには、さっきの,の画面上の,あの真ん中のとこにおしゃぶりって表示されてるべきですよね。そういったテストのコンディションを一つ一つステートごとに定義することができます。それで実際にこのえっとイベント、 取り上げるだったら取り上げるっていうのがあの画面で何をすることなのかっていうことをアクションというイベントを結びつけることを定義することで X ステートのそのライバルが自動的に全ての状態から全ての状態への繊維がうまくいっているかみたいなものを生成してくれるこれがあのまあモデルドリブンのテストっていうんですけどもあんまり人気ないというかあんまり知名度が高くないんですけどもやっぱりテストも面倒くさいので まあ,ある程度自動化できるよと。実際にはやっぱり結構定義してるんで、半分自動みたいな、半自動みたいな感じですけども、一回ここさえ定義しちゃえば、結構もうちょっと楽にテストが作れます。で、まあ、ここの人がそうやってテストを追加して、最後にそれを実装者に渡すと。そうすると実装者の人はですね、やっぱりこれを見てどうやていう機能なのかっていうのも分かりますし、で、まあ、最終的にはその彼が実装したテストが通れば、 最低限の第一目標は通過っていうことがはっきりしているのでまあ実装しやすいよとさらにこうやって実装した時には最初に仕様を作っているのであのまあ何あか認識の阻害が起こることもないですしその実え仕様がみんな分かりやすい視覚的に分かりやすい言語になっているのでえ例えばカスタマーサービスとかそういったところにも共有することだったりまあ後あでドキュメントを書く必要が結構減ってくるかなっていうここに魅力を感じていて まあ最近こういった研究をしています。はい。えー、以上です。<laughs> まあ興味あったらぜひ、一つ面白いライブラリだと思います。これからどんどん人気出てくるんじゃないかなという気はしています。はい、以上です。ありがとうございます。本当にあの分かりやすい説明で助かります。あですか赤ちゃんのりはまさに誰でも分かると思うので。<laughs> うで <laughs> よかったです。<laughs> では質問はありますか誰か。はい、浜口さん。あ、すごく面白い発表でした。で、この状態管理のところ、すごい自分も最近迷う場面が多かったので、すごく参考になりました。1点少し気になったのが、はい、このライブラリ名前が X ステート。で、で結構、なんていうか、抽象的な名前。でもしかして、スベとト。 向けってわけではなくて、他のまあフレームワーク問わず使えるタイプのライブラリなのかなって思ったりもしたんですけど、その辺ってどうなんでしょう結構滑り手にこうガッツリ寄せて作られてる感じなんでしょうかはい、えー、全く寄せてません。X a ートはあらゆるライブラリで使えるようにしようとしていて、で、一番使いやすいのはリアクトだと思います。<ん>で、えー、っとたださっき言った通り、そのアクターっていうものがドラーマークで簡単にアクセスできるから、 あの、なんですかね、それだけを取って、エクステートとスベルトは、マッチメイドインヘブンみたいな、最強だよな、みたいな、いう,よう,な言う人もいますが、それは間違いです。あの、ドラマークでアクセスするのは、今デモだからやったけど、基本的にはやんない方がよくて、あの、アクターそのものにサブスクライブしちゃうと、イベントを受け取るたびに更新されちゃって、うん、ページ全体が更新,されあの更新されちゃうってことが起こるんですね。なので、特定の、 部分だけに毎回毎回サブスクライブしてそれでページで使うっていうのがまあ大きいアプリではパフォーマンスのために大事だと思っていてまあだからほとんど結局プロダクションではその機能を使わないのであの特にスベルトと相性がいいってわけでもないですただあのまあ悪くスベルトがやっぱりスベルト自体がすごく融通が利くというかあの特に何でもできちゃうようなライブラリなんで特に悪いわけでもないです まあそういう意味で言うとあの、エクステートはすべてのライブラリに対してうまくやろうとしているのはいいところなんですけど、そのせいでいろんなやり方があるんで落とし穴もちょいちょいありますので、その辺はちょっと気をつける必要があります。はい。ありがとうございます。なるほどですありがとうございました。そうですね。あの スペルトのストアもエクステイのアクターもたまたま両方ともあの v a b l e ブ o コン r a c t を使っているのでそれであの使えるんですねあのドラのそうですねはい他に質問ありますかなければ私はありますあの最近あのスペルト FSM っていうライブラリー があったんですけどそれはあのアプリ全体的じゃなくて一つのコンポーネント内の状態をそのまあアクターマルでモデルする形なんですけどそれについてどう思いますかあのやっぱりあの全部エクセイテやったらちょっとスペルトっぽくじゃなくなる場合ありますね。 あのコンポーネントだけコンポーネントの状態だけ FSM であの管理してたらそれがなくなるのかなって思っています。うん、ありがとうございます。そのすべて FSM っていうのは別に X-State を使ってるわけでもなく自分の独自のインプレメンテーションでっていう感じですかそうですね。あのすごく簡単で X-State、まあの、うん FSM に似てますけど、まあそ、そこまで似ていません。はい。いや、それちょっと興味あります。FSM っていうのは finite state machine っていう意味で、あのまあ、あの有限なステートマシンここに、これまさに X state もそうなんですけども、あのこの状態の時にこのイベントが来ないとこっちに行かないっていう無限の可能性を排除したものが FSM ステートマシンで、まあ、それがいいところなんですけども、 まああのエクステートとスベルトの相性があまり良くないんじゃないっていう、良くないんじゃないっていうか、良い,いわけじゃないっていうのが、まあ、今、テオさんも多分僕のお手伝い去年してもらって、すごく思ったと思うんですけれども、スベルトっぽい書き方じゃなくなる部分がやっぱり多々あります。で、そのスベルト FSM がそれを解決していい感じにするんであればいいと思ってて、すごくいいと思ってて、まあ、最初僕も去年やった時に、このアプトとスベルトのこのコンポーネント自体をアクターにしたいとか、 そうしたらあの、いわゆるこれ、アクターモデルっていうんですけども、オブジェクトオリエンテッドプログラミングのお父さんというか、元になったモデルです。あのアクターに対しては、まあ、さっきちらっとしか書いてないんですけども、アクターっていうのは自分で状態を管理してて、そこに対して他から関われるのは、イベントを送ることしかないんですね。メッセージを送ると、それに対してここで定義されたとおりに何かしら起こると。それだけ。 っていうことをいろいろ制限したのがアクターモデルって言うんですけどもスベルトのコンポーネントをアクターモデルにするっていうのはやっぱりちょっと夢があるなとは思っていましたただあのそこまでしなくてもいいかなというところで僕は落ち着いたんですけどもスェルト FSM のちょっとまあ興味ありますねあとで見てみたいと思いますただあの何ですかね X デートの結果的に一番の魅力は僕は外部への共有最後にいった部分になってくるかなと今の時点では思っているので この可視化の部分だったり、あの、そうですね。それでテストを作成できるかとか、そういったところになってくると、まあ、使い分けにもなるかもしれないですね。テスト部分だけ、仕様とテスト部分はエクステートで作って、実際の実装はすべて FSM でもいいかもしれないですし、なかなか面白そうだなと思っています。すみません、長くなりましたけど。いや、ありがとうございます。本当に勉強になりました。